地上の、ある場所から、他の場所へと位置を変える。画像は走るメキシコオオカミ。ルールの範囲内の、ある場所から、他の場所へと位置を変える。画像はチェスにおける駒の移動の一つ、アンパス3。移動とは、ある場所から、他の場所へと位置を変えること。移り動くこと。移り動かすこと。動いて位置が変わること。動かして位置を変えること。変態を組んで、回帰移動する渡り鳥。 画像は、カオジロガン。キツネザルの進化は、アフリカ大陸にあったスミカゴと災害的水流に巻き込まれるなどして、海に流されたたった一種の共通祖先の個体群が、マダガスカル島に漂着したことから始まったと考えられている。生物は移動なくして拡散も繁栄もしない。生物学の分野では、生物が、 それまで生息していた場所から別の場所へ移ることを移動と言い、移住とも言う。運動性の大きい動物は速やかな移動を行う。植物は様々な方法によって徐々に移動して分布域に変化をもたらすが、その方法の中で劇的な変化をもたらす。可能性の高いものは、風媒による移動と動物の運動性を利用した移動である。ある場所から別の場所へ出ていくことを 異質と言い,い、入ってくることを移入という。この異質と移入が周期的に反復する移動を回帰移動と言い,い、回帰しない移動を非回帰移動という。渡り鳥や海遊魚は回帰移動をする動物の代表的なものである。ヨーロッパ大陸のレミングの移動や UC 来諸大陸で記録されてきたバッタの大発生のような過密した集団の緩和のための移動は非回帰移動の代表例である。 動物の運動機関を用いた移動運動で、能動的なものは、作事や捕食を目的とした移動が中心であるが、捕食者や敵からの逃避としての移動、繁殖のための移動、越冬のための移動、寒気に水を求めての移動、雨気に出水を避けるための移動などもある。一方で、受動的な移動としては、気流や水流によって運ばれてしまうケースがこれに当たる。受動的移動は、 小動物でよく起こると考えられるが、植物の種子や、新菌類の胞子の散布移動はむしろ大いに、この移動に頼っているところがある。また、行動犬自体の位置が変わるために起こる移動も2種類に分類され、一つは、一生のある時期に定住地を変える移動であり、今一つは、新生個体の出生地から定住地までの分散と呼ばれる移動である。遺伝学の分野では、 後輩集団の間で個体、または個体群の出入りによって遺伝子が移動することを移動という、詳細はアフィン空間アフィン変換を参照数学の分野で移動といえばアフィン空間の平行移動、すなわちアフィン変換を意味する。ただし一般には変換群を持った糖質空間での変換のことを指すこともある。移動にまつわる語としては行く、来る、進む、戻る。 帰る、出る、入る、登るなど主体の位置を変えるような動作を表す動詞は移動動詞である。本校ではこれらの語についてとその概念について解説する。行くはあるものが中心になる点から遠ざかっていくこと、来るは逆に近づいていくことである。この二つは移動動詞の基本的な存在で方向性を持つ。必ず主体と到達点を記す必要があり、主に中心となるのは 話してが多いが、話して自身が主体になることもあるので、その場合は最初の位置、または現在位置が基準となる。また、文によっては主体が省略されていることもある。意味としては、がから行く、または来るで、が核に自力で移動できるものが立って、移動、移動できないものが立った時は、誰かによりもたらされるという意味の届く、和へ行くの時は、交通機関や施設、 道路が画角に立って通じるを行くの時は特定の方向への移動でない通行まで行くの時の事柄がある程度の度合いに達する。抽象的な到達が来るであれば時期を表す語が主語に立つ到来因果関係を表し画角に生じた事実から書くには結果の立つ依来などがある。なお、行くは行くと読むのが通例であるが 行くという読み方も奈良時代から使われており、鎌倉時代に入って一時ほとんど見えなくなったが、現在では、書き言葉では行く、話し言葉では行くと使い分けられることが多い。ありがとうございます。